えー、在学生2名から同窓生の皆様にメッセージを差し上げます、えー。2名とも電気通信大学基金を活用した給付型の独自奨学金の受給者となります。えー、最初の学生は、えー、情報理工学域2類、えー、有合系3年の木村壮一さんです、えー。それでは木村さん、よろしくお願いいたします。はい ご卒業生の皆様、こんにちは。学域3年2類所属の先端ロボティクスの木村宗一です。本日は皆様とこのようにご一緒できる時間というのを楽しみにしておりました。よろしくお願いいたします。まずは簡単に自分の自己紹介をしていきたいと思います。私は、東院学園高校卒業後、電通大に入学をしました。入学したきっかけとしましては、自宅から通学しやすい国立大学であったからです。 実際にこう大学でこう理系科目を学ぶのであれば、やはり国立大学の方が研究力であったり、教育力、これがこう高いとこう自分で考えていてぴったりでした。実際にこう通学するようになると、授業のレベルのこう高さというのに非常に驚きました。 特に入学したばかりの1年生のときに基礎科学実験という授業があるんですがこのときにやる実験というのが高校のときよりも本格的な装置を使用するのでワクワクしながらも非常にこう四苦八苦しながらやっておりましたまたその実験に関するレポートというのを毎週提出する必要があってそれがこうとても大変だったなというのを昨日のことのようにまだ覚えております またですね、電通大のこう特徴としましては、えっと、多類であったり、他大学の授業、こういうのをこう受講できる機会が多いというところがあると思います。私はこう2年生の時、もともとはこう3類という別の類で開講されている UEC パスポートプログラム A という,こう授業を受講しました。この授業はですね、こう理学系のこう実験をやって2週間に1回程度、みんなの前でこう発表するという、そういう機会がある授業でした。 で授業後半ではこう自分で計画した実験というのをこう発表するという機会があってえ、まあ、自分のこの専攻ではやることができない貴重な体験ができたなというふうに思っておりますで現在は一、えっと、橋大学の経済学部の授業を一つえっと履修しております中世からこう近代ドイツの経済史というのをこう俯瞰する授業でありましてふ、まあ、普段のこの授業ではとは全く違った内容で大変刺激を受けております 続いて自分のこのサークル活動について少しご紹介したいと思います。現在、合気道部の首相として週に1回から2回、えー、と活動しております。本部道場から、えっと、先生をお招きしてご指導していただいております。昨年はですね、やはり新型コロナウイルスの影響でほとんど活動ができなかったんですが、最近はこう少しずつ段階を踏んで傾向を再開しているところです。 現在3年生が3人と2年生が1人あとは大学の卒業生の方と大学職員で和気あいあいと楽しく稽古して充実しております私自身はこう小学校から合気道はやっていたんですけどもほとんどの部員が大学から始めた人なので、まあ、先生方もこう基礎から丁寧にご指導していらっしゃっています ですが、まあ、1つあの部員がこう少ないというのがありましてそこがちょっと寂しいなと思っています。なのでこう皆さんもし電通大に入学されるお知り合いの方とかいたらぜひ合気道具を進めていただきたいなと思っております。またですね例年こう、調布祭という学園祭では、えー、合気道具はクレープを販売しております。えー、とてもおいしくて、えー、来場していただいた方々からも結構好評なので来年の調布祭ではぜひ皆さん食べにいらしてください。お待ちしてます。 で先月の11月の27日に、えっと、全国学生合気道演舞大会というのがこう日本武道館で開催されました。でそこでこう自分は、えっと、大会のこう総責任者として大会に参加をしました、えー。2年ぶりの日本武道館での開催ということで、えっとまあ、運営に当たる先輩方もこう分からないことが多くて非常に大変だったんですがなんとかこう学生みんなで協力をして大会の を成功させることができました、えー、部の後輩たちにもですねなるべくこのようにこう大学外の活動に携わってもらって合気道部の宣伝や電通大の広報というのも一緒にしていってほしいなと思っております、えー、さて今回私が UEC の奨学金に応募したきっかけといたしましてはコロナ禍でこうやはり自宅で過ごす時間が増えたのでその時間を充実させようという、えー、目的でした。 奨、えー、学金を頂い,いたことによって小説を購入する機会が増えて読書マラソンコメント大賞という,こう大学生協主催のイベントがあるんですがそこにこう応募するぐらいえっと読むようになりましたまた TOIC であったりやったあと趣味でちょっと気象予報士試験の勉強をしているんですが、まあ、そこでの試験資格試験の対策にも活用できるようになっております、えー 奨学金をいただいたことでですね、えっと、資金面での心配がやはりなくなったので、のびのびと学習させていただいています。また、将来に対する準備ができて助かっております。で最後にはなりますが、えっと、今回 UEC 奨学金に寄付していただいた方々に感謝を申し上げます。ありがとうございました。えこれからもえ 勉学であったり研究活動これに励むとともに大学のこう諸活動に積極的に参加していきたいと思っておりますえ来年以降も多くのこの電通大生がこの奨学金を活用して自分自身のビジョンに向かって精進していってほしいなと願っております本日はご清聴ありがとうございましたはい木村さんどうもありがとうございました 弓道部に所属されているということであの参加されている皆さんがあのああ、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 ああ <laughs>、ああ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 りません。ま <laughs> はい。はい。はい。ありがとうございます。はい、はいで。では、続いての学生さんからのメッセージとなります。えー、2番目の学生は、えー、 情報離婚歴1類、情報系2年の浜口みずきさんです。それでは浜口さん、よろしくお願いいたします。浜口さん、準備の方いかがでしょうかはい。大丈夫でしょうか、はい、はい、大丈夫です。<え>ではお願いいたします。はい、始めさせていただきます。同数生の皆様、はじめまして、学域2年1類所属、浜口みずきです。よろしくお願いいたします。 簡単に自己紹介させていただきますと、高知県高知,高知市出身、土佐高校の卒業生で、現在二十歳です。私が電気通信大学に入学したきっかけとしましては、私の高校の廊下に電気通信大学のポスターが貼っておりまして、そのポスターで電気通信大学の存在を知りました。そこから電気通信大学についていろいろと調べてみると、私が学びたい五感であったり、 人工知能について多角的に学ぶことができ、私が研究したいことを研究している研究室がありました。また、研究や就職に関しても、電気通信大学は強くと受験を決めました。私は行きたい類とプログラムが決まっていたので、電気通信大学の推薦入試を受け、えー、筆,記に筆記試験と、 これはたまたま偶然なんですけれども、学長になる前の田野学長を含む先生方と面接をし、無事合格しました。私が入学した2020年がちょうどコロナの感染状況が悪化していた時期で、対面授業が最初行えなかったんですけれども、そのオンライン授業の期間でも、メールや、Z、o ームで先生方が丁寧に質問に対応してくださったおかげで、対面授業と同等かそれ以上の 理解が得られていたの得られていいたのではと考えていますまた今期の木曜5月に開講されている AI 時代のエンターテインメントビジネスと著作権という授業があるのですけれどもその授業ではなかなかお会いできないような音楽業界であったりアニメ業界,業界であったりゲーム業界などの各界を代表する著名な方々の講演に毎週参加できています。このようなめぐ恵まれた環境で 勉強できており、電気通信大学に入学できて本当に良かったなと感じております。続いて私が所属している部活動についてなのですけれども、私は現在、陸上競技部のマネージャー兼競技会として、週3回、タマグラウンドなどでの練習への参加と毎回の、えー、毎回の大会のエントリーを行っております。練習では、自己記録更新を目標に練習に励んでいる 選手の方々のサポートをしており、タイムの測定や走っているところの動画撮影、また練習道具の準備などをしております。選手の方々とクラブを共にし、勉強面では部活の先輩方からアドバイスをいただいております。また次に UEC 奨学金についてお話しさせていただきます。私は今年 UEC 奨学金を受けております。 もともと日本学生支援機構から奨学金を受けており、それについて大学のホームページで調べていたところ、有意志奨学金を見つけ応募しました。奨学金を受けたことで、金銭面で余裕ができました。それによって、国家資格の基本情報技術者試験の勉強を始めました。また、以前から考えていた留学に挑戦してみようと。 思い立ちまして、電気通信大学の GLTP 制度に現在応募しております。こういったさまざまな制度があり勉強できる、勉強できたり、挑戦できる環境が整っていることにとてもありがたく感じております。UEC 奨学金により充実した学生生活を送ることができております。UEC 奨学金に寄付された方々にお礼申し上げます。 これからも念学に励んでいきたいと思っております。私からは以上になります。ご清聴ありがとうございました。はい、浜口さんどうもありがとうございました。えー、木村さんも浜口さんも弁学そしてクラブ活動に一生懸命ということで、あの非常にあの活発に活動されているということで、あの教員の私も非常にはい感銘を受けました。ありがとうございます。